誘おう。かすみちゃん、やっほー、やっほー。どうぞ。ありがとう。いただきます。はい、yeah. 食べる？食べよう、食べよっか。昨日の夜さ、かすみちゃんとのメールをさ、最初から理解してた。私たちってどんな会話してたかなって思って、そしたら疲れてない、大丈夫とか、元気とか、なんか暑いからちゃんとご飯食べてねとか。お母さんじゃないんだ。そういうところに救われてるなって思ったし、からそこからの抜けてるところがすごくある。そうか、そうだよ。私のお家に来てくれた時もあれね、あったね、事件が。自転車で来てくれたんだよね、うん、でその時にね、1個はちゃんとロックする施錠の鍵がついてるやつと、あの鍵がないやつ、はいはいはい、2つあって、あ、こっちは鍵がないから絶対に使っちゃいけない、うん、もうロックされたら開かないから絶対こっちは使わない使わないって決めて、はいはい、ユン家に行ったの、うん、じゃあ着いたじゃん。なんかわかんないけど鍵ついてないやつでカチャってやっちゃって、もうあんなに絶対こっちじゃないって唱えてたのに帰れなくなったんだよね。そうだよね、そうだよ、歩いて帰ってたよね。うん。誘う方、人と会うとき誘うようにしてる。してる、会いたいと思う人には。うん、会って話さないとわからないこといっぱいあるもんね、温度感とか。うんうん、かすみちゃんの疲れてる時も元気な時も見れば大体わかるのね、もう。勝手にだけど、うん、嬉しい。今回なんで私を誘ってくれたかの理由を聞きたい。あ、ゆいを誘った理由。そう、もうそんなの一番に思い浮かんだよ。そりゃだって本当嬉しい。そうだよ、なんかさ、頻繁にすっごい毎月のように会ってるわけじゃないけどさ、そうだね、なんかさ、私たち友達だよねって言う必要もないしさ、うん、別に言わなくてもさ、うん、分かるものがあるじゃん。そうだね、だからそれは言うかなっていう、私の中でね。嬉しい、うん、かな。ありがとうございます。自分で聞いた、自分で照れちゃうやつ。恥ずかしいから終わり。いつか誘おうを今日誘おう。ポッキー持って誘ってよかったです。グリコ、改めまして有村架純さんです。お願いします。佐久間由衣さんです。お願いします。カット、カット、ありがとうございます。アニメーションみたいな。Thank you.
一番に思い浮かんだの。なんかさ、頻繁にすっごい毎月のように会ってるわけじゃないけどさ、連絡は欲しい、連絡取ってなくても、もうなんかさ、心でさ、つながってるじゃん。CM の撮影は全て終了になります。お疲れ様。